はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。11月に入って本格的に寒くなってきましたね。年末まであと2ヶ月、体調崩さないように気をつけてください。今回は Steam の1週間限定セールで高評価な作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は11月の8日午前3時まで。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっています。今月のイベントは現在開催されている Steam 絶叫フェスハロウィンセールは明日の午前2時まで。11月23日午前3時からはオータムセールが開催されるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにキューブエスケープコレクション。シュールなアートと独特の世界観を特徴とした人気謎解きアドベンチャーキューブエスケープシリーズ初期の9作品をまとめて遊べるタイトルです。物語は殺人家の刑事デール・バンダーミーヤがある女性の死の捜査をするうちに不可解なラスティーレイクの世界に引き込まれていくといったストーリーです。謎解きもそれほど難しくないのでカジュアルに遊べる作品。キューブエスケープシリーズを含む他のラスティーレイクの作品もセールとなっているので気になる方はチェックしてみてください。キューブエスケープコレクションは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ノバドリフト。全方位シューティングゲームにローグライクと RPG 要素を取り入れた作品です。ウェーブごとに四方八方から出現する敵を倒していく1画面シューティングにローグライクのランダム性と敵を倒すことで経験値を獲得しレベルアップする RPG 要素が特徴のシューティング。12種類のボディと11種類のメイン武器、10種類のシールドを選択しレベルアップすることで得られるモッドという特殊能力と独自のビルド構築で最強のマシンを作り上げていきます。移動は推進力と慣性を伴うので慣れが必要かもしれませんがゲーム内容はシンプルで奥深いマシンビルドに夢中になれる作品です。ノバドリフトは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ニーディーガールオーバードーズ。最強のインターネットエンジェル配信者を目指す承認欲求強めな女の子超絶才川天使ちゃんとの生活を描くアドベンチャー。プレイヤーは主人公のアメちゃんのピとなって毎日の行動に口を出し彼女の精神状態を管理しながら人気配信者へと育成していきます。リアルでは物静かなアメちゃんはわがままで性格の悪いちょっぴりメンタル弱めな女の子。配信時には性格が良いふりをしてすぐオタクにこびる超絶才川天使ちゃん。そんなアメちゃんとの日常を過ごしつつ配信を行いちょっぴり病んだりお薬決めたりと闇の見え隠れするマルチエンディングのアドベンチャー。ニーディーガールオーバードーズは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。クラーケンアカデミードット絵のタイムループ学園アドベンチャー。物語の舞台はボロボロの学園クラーケンアカデミー。主人公は転校生としてやってくる普通の高校生。転校初日からカオスな学園で巨大なクラーケンと出会い、この学園には裏切り者が存在し3日後に学園の破滅を目論んでいるということを聞かされます。さらにクラーケンから時間を遡ることのできる魔法のアベレットを渡され、学園の崩壊を止めるには裏切り者を見つけそれぞれ悩みを抱える生徒の中に封印されている守護霊を解き放つこと。繰り返す3日間の中で守護霊の解放を進め学園に潜む裏切り者に迫っていく物語。クラーケンアカデミーは非常に好評な日本語対応の作品です。ハックネット。謎の死を遂げた天才ハッカーの死の真相に迫るハッキングをテーマにしたアドベンチャー。物語は1通のメールが届くところから始まります。メールの指示に従っているうちに様々な事実が明らかになり天才ハッカーの死の真相に近づいていくことになります。ゲームはハッキングに特化した架空の OS ハックネット OS を使ってセキュリティをかいくぐり他人の PC をハッキングして必要な情報を盗み出す。ある程度の PC 知識がないと難しい作品ですが凄腕ハッカーになった気分に浸れる作品です。ハックネットは非常に好評な日本語対応の作品です。ノーバディセーブザワールド。
いろんなキャラクターに変身して戦うアクション RPG。 物語の舞台はカラミティと呼ばれる災いによりモンスターが解き放たれた過酷な世界。主人公である無表情な無個性人間ノーバディがある日魔法使いの杖を手にしたことで様々な能力を手に入れ、世界を救うために冒険に出ることになります。本作の最大の特徴は魔法使いの杖による変身能力。ノーバディは15種類以上の姿に変身することができ、クエストを完了することで新しい変身フォームや能力をアンロックすることができ、アビリティは80種類以上とパワフルなカスタマイズが可能です。自動生成される様々な環境のダンジョンを状況に合わせて異なる長所と短所を持った変身フォームを使い分け進んでいくユニークな作品。ノーバディ・セーブ・ザ・ワールドは非常に好評な日本語対応の作品です。ザ・パスレス。呪われた森で繰り広げられる神秘のアドベンチャー。風の旅人やアブズのクリエイターによる神秘的な雰囲気のオープンワールドアドベンチャーです。舞台は闇の呪いに覆われた世界。闇の呪いは世界の果てにある島から広まっているとされ、呪いを解くために多くの人々が島に向かったが、誰一人として帰ってくる者はいなかった。プレイヤーは最後の狩人である弓術の達人ハントレスとなって、世界を支配する呪いの根源を断ち切るため神秘的な島を冒険していくといった物語です。本作の特徴は広大なフィールドを高速移動する疾走感。弓矢で的を射るとゲージが上昇し、超高速で疾走でき、これを繰り返すことでスタイリッシュな移動が可能です。また共に旅をする相棒のワシに捕まって高速滑空することもでき、爽快感は抜群。世界に点在する遺跡では程よく頭を使うパズル要素や歯ごたえのある魔獣との戦いなど、ハイスピードかつアクロバティックなアクションが楽しめます。ザ・パスレスは非常に好評な日本語対応の作品です。ネオンアビス。ドット絵のネオンカラーが綺麗なローグライクアクション。ダンジョンに潜るたびに地形が変化するオーソドックスなローグライクゲームです。ダンジョン内でプレイヤーを強化する武器やアーティファクトをどんどん手に入れ強化して、そのダンジョンのボスに挑むといったゲーム内容。ダンジョンが進むにつれ敵の攻撃も激しくなり、弾幕アクションのような展開にやりごたえを感じさせてくれます。また特徴的なのがペットの存在。宝箱や各キャラのクリア報酬で手に入る卵から確率で孵化し、敵にダメージを与えてくれたりアイテムを回収してくれたり頼れる存在です。武器はユニークでエフェクトも派手なものが多く登場。パッシブ効果のあるアイテムの入手機会も多いので、ローグライクアクションをカジュアルに楽しめる作品です。ネオンアビスは非常に好評な日本語対応の作品です。V ライジング。オープンワールドヴァンパイアサバイバル。本作はヴァンパイアをテーマにゴシックなグラフィックで展開するオープンワールドのアクション RPG と、一味違ったユニークさが興味をそそる作品。ヴァンパイアは不死身でかなり強い印象ですが、本作のヴァンパイアは何世紀にも眠りについたせいで力が衰えてしまったという設定。日光はもちろん人間や闇の敵対勢力など様々な敵を退け、血を求めて集落を襲い、力を取り戻すために広大な世界を冒険していきます。ヴァンパイアである主人公はクエストや V ブラッドという特殊な血を持つボスを倒して血を吸うことで新しい能力や技術、レシピをアンロックし、様々な武器や呪文を組み合わせて自分のプレイスタイルに合ったカスタマイズが可能。さらに建築要素もあり、ヴァンパイアとしての力を取り戻し、領地を支配し、人間を忠実な下僕に変え、城を建築してヴァンパイア帝国を築き上げることもできます。 V ライジングは非常に好評な日本語対応の作品です。あ、メモアルブルー。セリフのない雰囲気重視のナラティブアドベンチャー。若くして水泳選手として成功を収めた主人公のミディアムが、母親と過ごした幼少期の思い出を回想していく物語。水をテーマに語られる本作は、アパートの外に降る雨をはじめ、目にするほとんど全てのものに水が登場し、ミディアムの子供時代の記憶から母親との複雑な関係を紐解いていきます。ゲームにセリフは一切なく、音楽とビジュアルでストーリーを表現し、ある特定の感情や感覚にプレイヤーが没入できるように設計されています。またグラフィックにも力が入っており、3D と 2D の両方のアニメーションを取り入れることで、ゲームをより絵本に近づけるだけではなく、キャラクターに2つのスタイルを持たせる表現をしているとのことです。A Memoir Blue は非常に好評な日本語対応の作品です。
ウォーピップス。ランダムに生成される戦場で多種多様なユニットを組み合わせて敵を撃破する戦争ストラテジー。戦闘は時間経過で貯まる資金を使って自動で進軍していく兵士、戦車などユニットを生産し敵陣地を破壊するシンプルなゲームシステム。ステージ開始前にどのユニットを戦場に持ち込むかが重要で、手持ちの戦力である兵士や戦車はステージごとの使い切り、序盤のうちに多くの戦力を投入すると後の戦闘で戦力不足になってしまいます。またステージクリア報酬やショップでユニットを購入することができるので、戦力をうまく管理しながらどんどん難易度の上がるステージをクリアしていかなければなりません。レベルアップやアップグレードで兵士たちを強化しつつも、後の戦いを見据えて戦力管理が重要となる戦略ストラテジー。ウォーピップスは非常に好評な日本語対応の作品です。ディーモリボーン。スマホゲームディーモが新たな姿でスチームに登場。2014年にスマートフォン向けにリリースされたリズムアクションゲームディーモをフル 3D リメイクにし、新要素となるアドベンチャーパートを加えた作品です。空から舞い降りてきた過去を思い出せない女の子、そして一人お城でピアノを弾くディーモ、二人の出会いはここから始まります。アドベンチャーパートでは主人公となる女の子を操作して、様々な謎やギミックが隠された城を探索し、そこで見つけた謎を解くとストーリーが展開し、新たな楽譜を入手することができます。リズムアクションパートではリズムに合わせてキーボードをタイプするスタイルなどで、自分がピアノを奏でているように楽しむことができます。 VR モードも搭載されているので、絵本から飛び出したディーモの世界を存分に味わうことができます。ディーモリボーンは非常に好評な日本語対応の作品です。アリエッタ・オブ・スピリッツ。霊界の謎を解き明かす 2D ドットのアクションアドベンチャー。主人公は13歳の少女アリエッタ。夏休みを利用して家族と共に人里離れた島にある亡くなったおばあちゃんの家に向かうところから物語は始まります。アリエッタはこの島で不思議な生物と出会い、霊を見る力を与えられ、島に生息する奇妙な精霊を見ることができるようになります。しかし家族旅行は予想外の展開へ進むことに。目に見える以上のものが見えることとなったアリエッタは、闇深い精霊の領域へと足を踏み入れ、神秘的な島に隠された謎を解き明かす心温まるストーリーと驚きに満ちた冒険が待っています。ゲームプレイは攻撃とドッジロールを駆使して戦っていくドット絵のシンプルなアクション。アリエッタ・オブ・スピリッツは非常に好評な日本語対応の作品です。カース・オブ・ザ・デッド・ゴッド。暗く不気味な古代遺跡を探索するローグライクアクション。ランダム生成されたダンジョンを進み、敵との戦闘やダンジョンで手に入れたアイテムで能力を強化しながら、財宝や新たな力を求めてダンジョン奥深くへと進んでいきます。死んでしまうと最初からのスタートですが、ダンジョンで入手したクレジットでゲーム展開が有利になる祝福や強力な武器をアンロックすることができます。また本作の特徴となっているのが腐敗システム。階層を進んでいったり、闇属性の攻撃を受けたりすると腐敗ゲージが蓄積され、腐敗で満たされると腐敗値はリセットされ、様々なデメリット効果をもたらす呪いが追加されるといったユニークなシステムは、シンプルながらに高難易度で歯ごたえのあるゲーム作りになっています。カースオブザデッドゴッドは非常に好評な日本語対応の作品です。クラウントリック。不思議なダンジョン系の単性ローグライク RPG。 様々なダンジョンを探索して危険な敵たちと戦い、アイテムを集めつつ最深部へと向かうといった内容です。舞台となるのは不思議な地底世界。主人公エルの相方となるのは命が宿った不思議な王冠クラウン。このクラウンには特殊な能力を持つ魔物が宿っており、冒険の手助けになってくれます。ダンジョンに突入するたびにランダムに生成されるマップ、いろいろなギミックをうまく利用していくことが重要となってきます。さらに武器とアイテムはそれぞれ100種類以上が登場。キャラクターには60種類のアクティブスキルと30種類のパッシブスキル、80種類のアビリティが用意され、かなりの育成バリエーションが用意されています。グラフィックも手書き風の 2D アートでキャラクターも可愛いです。クラウントリックは非常に好評な日本語対応の作品です。テラインビクタ。エイリアンから地球を守る SF ストラテジー。
物語の舞台はエイリアンの脅威が近づきつつある地球。人類は太陽系に迫るエイリアンに対抗すべく準備を整えていくのですが、一丸となることはできず、それぞれに異なる目的や特性、政治的スタンスを持つ7つの派閥に分かれてしまう。プレイヤーはこの7つの派閥から1つを選択し、対立する派閥との争いを勝ち抜き、地球の国々を掌握するだけではなく、宇宙艦隊を建造し、エイリアンとも対峙しなくてはなりません。ゲームは外交や内政を駆使して、地球の国々に対する派閥の影響力を強め、地球を支配しながらも、太陽系を植民地化するため宇宙進出へ向けて準備を進めていきます。舞台は地球上だけで終わらず、300を超える惑星にある資源や基地建設をめぐって、太陽系全体で競い合っていくことになる SF ストラテジー。テラインビクタは非常に好評な日本語対応の作品です。レイルウェイエンパイア、19世紀を舞台にした鉄道経営シミュレーション。舞台となるのは1830年代から約100年にわたる西部開拓時代のアメリカ大陸。プレイヤーは鉄道会社のオーナーとなって、ライバル企業としのぎを削りながらも蒸気機関の力で大陸最大の鉄道会社を目指すゲームです。ストーリーモード兼チュートリアルとなるキャンペーンモードはもちろん、与えられたミッションをこなしながら鉄道ネットワークを築いていくことになるシナリオモード、いつでも自由に鉄道網を構築できるフリープレイモードが用意されています。線路を敷設して橋を架け、トンネルを掘って、実在の蒸気機関車で大陸中の街をつないで、どこまでも続く鉄道網を作り上げましょう。レイルウェイエンパイアは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は Steam の1週間限定セールで高評価の作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は11月の8日午前3時まで。紹介した作品は全て日本語で遊べる作品となっております。さて、先週のセールスランキングはなんと Steam Deck を抑えて Call of Duty Modern Warfare 2が1位を獲得。しかし今のところ評価は賛否両論。4位にパラドックスのビクトリア3が新登場。こちらも今のところ評価は賛否両論。5位にサイバーパンク、6位にペルソナ5ザロイヤル、10位のフットボールマネージャー2023は新作ですが非常に好評。期待作は期待されてるだけに評価も辛いのかもしれませんね。今回は以上となります。現在開催されている Steam 絶叫フェスハロウィンセールは明日の午前2時まで、11月23日午前3時からはオータムセールが開催されるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。